はい、お元気様です。久留米市立の平です。本日はですね、西南副大よりも国立大学の卒業生の方が、まあ、就職には有利だよというふうな話をしておこうと思います。就職に有利というかですね、採用に有利ということですね。採用に有利と。まあ、要するにその経団連企業とかは、まあ、西南副大とか、まあ前にも言っていたと思いますが、日東駒線三金交流、要するにこっちで言うところの西南副大以上の私立大学か、あるいは国立大学を採用しますよと、ね、そういうようなことを言ってますよという話をしたと思います。はい、で、ここからですね、実際のところ、じゃあ、別にこっちが有利とかあっちが不利とかいうことないじゃんって思うかもしれないけれども、国立の方が欲しいんですよ。はい、経団連企業は、まあ、あくまで福岡県の話ですよ。福岡県の話ですけれども、経団連企業としては、まあ、国立大学卒が欲しいと。まあ、なんでかっていうと、その九州エリアですね。まあ、四国、中国あたりもそうか思いますが、まあ、田舎の方では、国立がもう、国立振興が強いわけですよね。国立大学卒の人間が働いているっていうところが素晴らしいと。ね、で西南副大とか、あるいはそういう日東駒線三金交流とか私立大学を卒業しているような人間が働いているようなところは大したことないというような感じで下に見られるというようなところがあるので、まあ、経団連企業としてはどうしてもその国立が欲しいということでですね、はい、その辺の話から入っていきたいと思います。でさらに言うと、その日東駒線三金交流、こっちでいう西南副大よりも下のレベル、まあ、要するにこっちでいうところの久留米大学、九州産業大学、福岡工業大学、まあ、そういったレベル、まあ、全国でいうと大東亜帝国とかですね、まあ、なんかいろいろそういうような言われ方しますけれども、まあ、そのレベルの大学とか、まあ、あるいは高卒とか短大卒、専門学校卒が不利になってきているというあたりの話も付け加えておこうと思います。はい、ということでちょっとてんこ盛りになってしまいましたけれども、まあ、最初のところから言っていきましょうかね。というかもうさっき言ったと思いますが、はい、まあ、とにかく国立振興が強いということで、国立大学卒の人たちって就職したくないんですよ。国立大学4年生っていうのは大学院に行く、まあ、国立大学の学生というのは大学行くために、大学院に行くために国立大学に行くんですよね。就職する気は全くないわけですよ。だから、まあ、国立大学、国立大学ってみんな言いますけれども、その国立大学に行った場合は就職しませんよっていうことですね。そこはちゃんと親御さんたちを押さえとってくださいよと。それから、ね、まあ、国立大学受験したいというふうに言ってるような、まあ、高校生たちもちゃんとそういうのは押さえとってください。もう国立大学に入ったら、右も左もみんな大学院に行くと。就職するやつなんてバカだというような感じで、大学のムードがそういうふうになっていますから、もう就職がないんですよ。うん、就職するっていう道がないんですよ。うん、就職するという選択肢がないんですよ。というような状態に4年間置かれるわけですね。そうするともう洗脳されてしまうわけですよね。完全に周りの方からですね、同調圧力がかかってくるから、就職何考えてんのと、大学院に行くのが当たり前でしょみたいな感じでね、まあ、周りのクラスメートとかそういうことを言うもんだから、もうそっちの方に行ってしまうので、まあ、保護者の方とかですね、相談されるんですけども、うちの子就職しないんですよとかいう感じで言うんですけど、国立大学にやってしまったらもう就職ないですよということですね。はい、大学院に行くしか道がなくなりますよっていうようなことは前もって言っておきましょう。はい、だからその国立大学を卒業する人たちで就職するって言ったら、まあ、大概落ちこぼれが多いわけですよね。大概落ちこぼれが大学を卒業して大学院に行けないもんだから、落ちこぼれてしまったから、まあ、それで、就職っていうようなことになっていくのが国立大学の学生たちとなってくると、結局のところ経団連企業とかがですね、国立大学卒が欲しいというふうに言うんですけれども、入ってきても全員辞めてるんですよね。1年以内に全員辞めちゃうんですよ。さあそうですよ、そういうような意識の低い子たちがもういやいやながら無理やり入っていくっていうような形になってるからですね。私立大学の学生たちのように大学卒業したら働くぞみたいな風にはなっていないわけですよ。もう国立大学とかを目指しているような子たちっていうのは、このね、YouTube 動画とか、この私の YouTube 動画を見たら、もう大概のようにこうクレームで入ってくるんですけれども、何かっていうと、あの大学っていうのは学問に行くためのものであると、ね、就職するための大学じゃないんだとかいうような感じでね、言ってくる人たちがいるんで、この子たちっていうのは、国立大学希望の人たちです。国立大学は学問をするために行くと。で、大学に入るのはなぜかっていうと、大学院に行くためであると。
就職するためじゃないということで、そこら辺で親御さんと生徒さんのですね、まあ、意思疎通、意思のそのズレがないようにしといた方がいいですよということですね。はい、ということで、まあ、あの国立大学卒の人たちを、まあ、優遇して採用するというようなところが、まあ、企業側にあります。結構ですね、田舎であればあるほどですね、はい、うちは国立大学卒がいるんだぞみたいな感じでね、まあ、そんな感じでその、まあ、自慢したいというのがあると。それからホームページなんかにこうなんと九州大学卒の誰々さん、ね、うちで働いてますとかいうな感じで出すわけですよ、うん、まあ、そういうのが好きでやってるわけですね。はい、ということで国立大学行った方がいいですよっていう意味は、一つはそれがあります。企業側が欲しがるっていうことがあるんですよね。はい、実際にはそのまあ、はっきり言って西南福大を卒業している学生たちの方がよっぽど戦力にはなるんですけれども、国立大学卒業してもね、まあ、あの就職するとかいうような子たちっていうのはもう本当にこう意識が低い子たちが多いので、もう大概辞めると 100% 辞めてるって言ってます。その経団連企業の働いている私の教え子たちに言わせるとね、国立大学卒業して経団連企業に入ったら 100% 辞めますということを言ってましたね。私立大学卒しかもう生き残らないというようなことを言ってました。もうやる気のない子しか入ってこないんですね。はい、ということで、まあ、いやいやながら就職するっていう子たちがいますが、まあ、一応お話しておくと、まあ、就職が有利になるっていうのはそこら辺のところです。企業側はウェルカムというような感じですね。ところが国立大学というのは基本的に就職っていうのがないというのがです。ないというか、就職しようというようなところよりも、もう大学院に行こうという勢力の方が強いから、そっちに引っ張られちゃうというようなところがありますよというところですね。そこら辺ちょっと気をつけておいてくださいねということで、経団連企業で働いている私の教え子たちに言わせると、日東駒仙三金交流西南福大、ね、以上の私立大学か国立大学卒の人しか採用しませんというふうにこうなってきているというあたりで、そういうな、まあ、大東亜帝国、まあ、こっちでいう久留米大学、福岡工業大学、九州産業大学、そういったところから卒業しても就職がないというようなことをですね、非常に不満だということを言っていました。そんな辞めてしまうような国立大学卒よりも、九州産業大学とか久留米大学とか福岡工業大学のね、俺たちの母校の方がよっぽどいいんだということで、私の教え子で西南福大合格しなかった子たちがね、そういった大学から経団連企業に就職してるんでですね、なんで俺たちみたいな優秀な人間を雇の後輩たちを雇わないんだと、国立大学卒なんか雇ったってどうせすぐ辞めちゃうじゃないかという感じで言ってるんですけどですね、はい、まあ、そこら辺に関してはですね、まあ、一つ理由はあるんですよ。まあ、ソフトバンクとかそういったその関東関西の大手の企業がですね、もう 今っていうかその何年か前ぐらいからですね、ずっと人手不足なんですね。人手不足で福岡県とかまでやってきて、で根こそぎ西南福大、あの根こそぎ政党ですね、もうかさらっていってるんですよ。だから久留米大学とか九州産業大学とか福岡工業大学、まあ、全国レベルでいうとこの大東亜帝国レベルの、もうそういうそのレベルの大学のトップレベルの生徒たちを全部根こそぎ持っていっちゃったんですね。はい、で当然そういった大学からすれば、うちの生徒がソフトバンク就職したんだぞ、すごいだろうってな感じでですね、まあ、私のいとこなんかも、2年浪人して東京理科大学に入ってソフトバンク行きましたから、まあ、ソフトバンクに行くって言ったらとんでもなくレベルが高いっていうな、そういう証でもあるわけなので、大学側も喜んでそっちに送っちゃうわけなんですけど、今まではそういう、ね、福岡県内の経団連企業とかと、まあ、就職協定みたいなのがあって、そういうそのそれぞれの大学からね、そういった久留米大学とかなんとか、そういったあの、まあ、大学の生徒を何人受け入れますよみたいなことをですね、やってたわけですよ。ところがそれが今までは優秀な生徒をそうやって送ってもらったのに、全部そういうふうな関東関西の大手の企業に根こそぎ持っていかれてしまったもんだから、もう本当にその下のレベルですね、2番手3番手の学生ばかりが入ってくるようになって、もうこれはダメだとね、日東駒仙三金交流レベルじゃないとダメだと、もうあの西南福大レベルじゃないとダメだと、ね、もうそういったその下のレベルの大学はもうとんでもないみたいな感じになっちゃったわけですね。だからこれからはもう人手不足が終わって、コロナのせいでもう就職がなくなっていきますから、そうするとそういうトップ層の生徒たちが関東関西のその大手に就職できなくて、地元福岡のそういった経団連企業とかに就職していこうとするんですけど、もうダメですみたいになっちゃってるわけですよ。うん、もうダメですと、もう西南福大とかじゃないとダメですうちはというような感じになっちゃってるっていうところがありますよっていうことは押さえておいてください。
はい、それでですね、さらにそれよりも下の方が不利だっていうようなことなんですけども、もう今まで高卒を採用していたとかいうような企業とかですね、そういう人たちに聞いてみても、もうその高卒とかの優等生も全部関東関西のそういう大手の企業が引っ張っていってしまったんですね。だから高卒でその就職していく人たちですね、もう掛け算の九九ができないとか、そんな人たちしか残ってなかったりするもんだから、もうとんでもないと、ね、高卒とか短大卒とか専門学校卒とかとんでもないちなことになってしまって、もう絶対雇わんと、ね、もう絶対雇わんと、もう就職協定を無視してるのがいかんんですよ、うん、だからもう大卒しか雇わんみたいな感じに、もう福岡県内の企業とかなってしまってるんですよね。そこら辺も非常にまずいところです。はい、ということで就職協定を破ってしまったその福岡県内の高校とか、あるいは短大とか専門学校とか大学ですね、ここら辺全部あの就職協定を破って、より良い就職にということで関東関西などの大手の企業にじゃんじゃかじゃんじゃか優秀な生徒を送って、今まで福岡県内の、まあ、経団連企業とかにね、送っていたようなそういう優秀な学生たちを全部向こうにやっちゃったもんだから、もうカンカンなんですよね、福岡県内の企業は。もう頭きてるわけですよ。だからもうそういうところから雇わんみたいな感じになっちゃって、もう最低限西南副大だとかですね、最低限高卒はもう雇わん、もう私立大学卒じゃないと雇わんみたいな感じになっちゃってきてるので、これからもう高校に通ってもですね、どこの高校に通ってももう就職ないよと、どこの高校通っても高校の先生たちは進学しなさいと、もうダメですとね、うちからもうちの高校から就職はないですというようなことを言い始めると思います。今はもう本当にですね、全てのこの辺の全ての高校がもう就職率 100% ですよね。掛け算の九九ができない高校生でも就職率 100% とかになってたわけですよ。だけどこれからはそういうその就職率 100% だったような高校が就職率 0% とかになってくると思います。コロナショックとかがひどいんで、もう企業がバタバタ倒れてますからですね、もうどうしようもない状態になってきてますので、はい、ということで少しでもランク上の大学に行ったらいいですよと、で、あるいはそういうようなところで国立大学行くと結構有利なところがありますから、まあ、そういったところは考えた方がいいと思います。だから私なんかはね、もうはっきり言って国立大学は就職の面倒見が悪いから西南福大とか行った方がいいよと、私立に行った方がいいよっていうのが話をするんですけど、学校の先生たちは国立行け国立行けと、いやそんなことはないと、西南福大なんかとんでもないと、西南福大なんかに行くより国立に行った方が絶対いいんだというふうに高校の先生たちが言うから、うん、なんだろうなと、ね、なんだろうなと、それちょっとおかしいんじゃないかなって最初は思っていたんですけれども、まあ、よくよくそういう教え子たちとですね話をすると、まあ、結局のところは国立大学卒が欲しいと、うん、いうのが、まあ、企業側にあるということですね。国立大学卒を欲しいということで、まあ、西南副大とか私立大学卒よりは国立大学の方が欲しいというようなことをですね、その方がブランド力がつくということですね。もうはっきり言って西南副大とかを卒業している学生たちの方がはるかに能力は上なんだけれども、もう能力のないようなそういうその大学院に進むことができなくて仕方なく就職するとかいうような、そういう国立大学の学生たちを渋々ながら採用して、もうほぼほぼ 100% 1年以内に全員辞めてしまうというようなことは言ってますね。はい、ということで、まあ、そういう悪循環がこう起こってるんですけどね、今の話を聞いてどうしたいかということは考えておいてください。いや国立なんか行ったって思うかもしれないけれども、意外に国立行った方がそういう就職が有利というところがあります。だから西南福大いいよっていう話はしてるけど、やっぱ西南福大に行くとですね、そういうふうにその企業側がですね、国立が欲しい、いや私立はあんまり欲しくないっていうのがあるもんですから、やっぱですねちょっとすごく熱心にですね、私立大学は就職活動とかやってくれてるんですけれども、やっぱ国立だとですね、あんなにチャランポランにやっていてそれで就職はあるんだなっていうのところですね、もう企業側がウェルカムと、もう国立だったらもう本当に全員採用しますよみたいな感じになっちゃってるなっていうところですね、うん、よろしくないっていうことを教え子たち言ってますけどね。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号などありますのでよろしくお願いします。はい、ということで以上です。